はい、こんにちは、カッパパです。今日はですね、季節柄ですね、そろそろ尾瀬の話をしたいなと思います。で、皆さんにね、これ見ていただいているのは春の尾瀬の装備です。まあ、尾瀬に入れる期間っていうのもね、まあ本当厳冬期以外は、まあ、ほぼ3シーズン全部尾瀬に入れるんですが、山と同じようにあそこは気象条件が非常に厳しくて、でしかも変わりやすいとこなんで、それぞれね、少しずつ装備を変えてます。まあ、今週末ちょっと予定で、まあ、尾瀬に用があるんで、まあ、入るんですけど、その時の装備をね、今ここに広げましたんで、皆さんに先にご紹介したいなと思います。まだ尾瀬というところがまだ真冬と同じと考えての装備ですということでございまして、今からねちょっとご説明したいなと思います。はい、それではね、一番右側、これザックですけど、オスプレイのタロン33というモデルです。去年買いましたので、多分一番新しいモデルじゃないかなと思います。まあ、季節によってね、若干の違いはあるんですけど、特にこの春山に関しては30リッターぐらいのザックが僕はベストだと思ってます。まあ、この後ね、広げたやつを中に詰めるんですけど、ザックは、まあ、若干空きがあった方がいいかなと思ってこちらを選んでます。ちなみにね、重さは 920g ってことで、まあ、そんな軽くはないんですけど、非常にね、しっかりとした万能ザックなんで、こちらを持ってきます。はい、こちらですね、こっからね、春の尾瀬ならではの装備です。こちらがね、チェーンスパイクですね。でメーカーがね、不明なんですけど、僕なんかこう 4,5 年これを使ってるんですね。まあ、とにかく滑り止めを持ってった方がいいなと思ってます。間違いなくこうチェーンスパイク履かないと危ないなと思ってるのは、まず1箇所は群馬から入るときに、戸倉からね、鳩町峠行くでしょ。鳩町から尾瀬ヶ原ってこう下りなんですよ。基本木道がもう完全に雪で被ってるところっていっぱいあるんですよ。そうすると、まあ雪の斜面こう降りていくような形になるんで、そういう時は滑ってのお尻打つ可能性が必ず出てくるんで、まずそういう時に使いますね。あとね、福島から入る時は、まあ、三池から沼山峠通って入るんですけど、で沼山峠の上りはいいんですけど、大石原までこう下る時に木道の上に完全に雪かぶってるんで、かなりの、ね、雪の斜面を降りてくるんですよ。でそういう時はまあやっぱりあった方がいいなと思ってます。で完全にね、木道が露出したとこだと、やっぱチェーンって脱がなきゃいけないんですけど、やっぱりね、チェーンスパイクであれば、まあ、手軽に抜けますんで、まあ、そういった意味でこちらを持ってってます。はい、で次にね、その下にグローブですけど、これはもうみんな大好きテムレスですね。防寒テムレスになります。でこれはね、去年一昨年かな、買った黒いやつね、ウィンター01というモデルですが、青い防寒テムレス使い始めた頃はね、かなりね、好奇心の目で見られたんだけど、やっとテムレスみんなね、するようになってね、まあ、今年も去年もね、北横行ったり、八方尾根歩いたりしてるんですけど、まあ、半分とまではいかないけど、3分の1ぐらいはね、こう防寒テムレスしてますよね。これでね、ビレーしない方がいいとか、いろいろあるんですけど、まあ、そういったこと以外は、ほとんどこのテムレスでいけちゃうんじゃないかなと、まあ、最近思うようになりました。ということでございましてね、この防寒テムレス、普通、まあ、雨とかね、吹雪いてなければ、この防寒テムレスまではいらないと思うんですよね。5月、ゴールデンウィークあたり、主に使ってるのは、この下のグローブ。これね、モンベルのクリマバリアフィッシンググローブって言うんですよ。ね、フィッシングって、まあ、釣りですよね。なんで釣りのグローブ持ってくのって話なんですけど、これね、ちなみに、こういうグローブなんですよ。これは、中に防風のフィルムを挟んだ、フリース生地のグローブで、僕何が気に入ってるかっていうと、ちょっとね、ピンボケしちゃってるかもしれないけど、ここ見ていただきたいのが、これはず、こう指が出るんですよ、このように。で指が出てね、この後ろのベルト、これ挟めるんですよ。これすごくないですか、これ。もう親指もそうですね。でね、まあ、主に、まあ、スマホの操作とかするとき僕必要なんです。あとはね、まあ、YouTube の撮影とかでちょっと細かいことしなくちゃいけないときには直接指が出た方がいいんで、まあ、大体春山っていうとこればっか使ってるんですね。で必要ないときは、まあ、こうやって戻りますからね。でこれはもうフリース生地なんで防水性っていうのはもうないんですよ。濡れちゃったら濡れちゃったってダメなんですけど、確実に暴風にはなってますんで、雨の日は、まあ、さっき言ったように
防寒テムレスを使いまして、まあ、そうじゃない時は、まあ、こちらのねモンベルのフィッシンググローブを使ってます。これ非常にいいです。はい、で続いてねレインウェアですね。レインウェアに関してはもう僕はもうずっともうモンベル以外を買ったことがなくてね、やっぱりねモンベルの製品っていうのは主に日本向けなんでやっぱりよく知ってますよね。僕はこのトレントフライヤー一択で使ってます。あともう一つやっぱねこれを使う理由っていうのはとにかく軽いということです。必ずザックの中にはこのレインウェア入ってるんですけど、まあ使うのもね年に 4,5 回なんですけど、めったに使わないけど常にザックの中に入ってると。だから軽い方がいいに決まってるじゃないですか。まあそういう理由でねこちらを選んでます。で続いてねこの人はクッカーですね。でクッカーに関しては、まあ、エバニューのチタンクッカーの M という平べったいタイプを使ってます。これは容量は 900ml なんで、まあ、スノーピークのトレック900と、まあ、容量は一緒ですが、あっちは縦型で僕が使ってるのはこの平べったい、まあ、平鍋ですね、まあ、それに合わせるストーブはプリムスの P115 フェムストーブですね、まあ、それとガス缶という感じで使ってます。これは何に使うかというと 100% 湯沸かしです。これでね何か作るってことはもう一切しません。まあ、湯沸かしだけなんで、まあ、なるべく、まあ、軽い組み合わせを選んでます。でその下がねカップですね。ホルダーカップって言います。はい、こちらですね僕のキャンプ動画ではよく出てくるやつなんですけど、ホルダーカップ組み立てになってましたね。ぐにゅっと、このようにめくるとね、まあ、こんな感じのカップになります。ちっちゃいでしょ。容量はね 200ml、 だから通常のコップ1杯分ぐらいですね。お酒で言えば1合ですね。でね、これがいいのはものすごくこうコンパクトになるということと、もう一つはね軽さがね 25g なんですよ。1円玉25個ね。で、まあ、株ままの分と合わせても 50g で、しかもコンパクトになるんでこれを持ってってます。お茶碗代わりになるし、あと計量カップ代わりにもなるし、あるいは万能ですね。落としたって割れないしね。これも3年ぐらい使ってるけど、別に例えばこの折り目から切れてくるなんてことも一切ないですし、非常にいいです。一時期ね品切れしてたみたいですけど、最近はねよく山道具屋さんに並んでますんで、もしよかったらお買い求めください。はい、で次ね左上の黄色いバッグに入ってるのがダウンウェアになります。でこれはモンベルのスペリオルジャケットって言いまして、もうね 7,8 年前のモデルで、今のスペリオルとはちょっと違うと思うんですけど、ダウンジャケットの、まあ、厚手薄手っていうとどっちかっていうと薄手の方になります。ちっちゃくまとまりますんで、これもねほんと真夏以外はザックの中に入ってますね。まあ、歩行中はほとんど着ないで、山頂でなんか食べる時とかね、あと山小屋でゆっくりする時に着るとか、まあ、そういった使い方をしてます。重さがね 190g しかないんで、ほんと入れてるのを忘れてるぐらいの重さしかありません。薄手の防寒具が1枚あると助かりますんで、何かね入れてった方がいいなと思います。はい、その下がですねヘッテンです。僕が使ってるのはジェントスの、まあ、ちっちゃいやつですね。で炭酸電池1本で、まあ、動くやつで、重さがね 98g です。で明るさは95ルーメンということで、まあ、今一般的な LED のヘッテンから比べるとその明るい方じゃないですね。暗くはないけど、でオセの場合は、まあ、ほとんど木道を歩くことになるんですよ。自分でねルートファインディングするってことはほぼないんで、もう木道の上を歩いてれば次のところに自動的についちゃうようなところですから、要はね自分の足元と5メーターぐらい先が分かれば間違いなく迷うなんてことはありませんので、まあ、これぐらいの出力のヘッテンでいいかなと思ってます。まあ、ヘッテン持ってないって方はいないと思いますけど、一応念のためにね1000円か1500円ですから、まあ、1個入れといた方がいいなと思います。で続いてねその下がボトルです。でボトルはねこれ2種類ありますけど、僕はこの2本同時に持ってくってことはしないで、まあ、どっちかにしてます。まず右の青い方、これはメーカーがキャメルバックというメーカーで、品名がチュートというボトルになります。はい、これがね、キャメルバックのチュートです。だいぶねちょっと年季入っちゃってて、もう廃盤になっちゃってるからねどこも売ってないと思うんですけど、まあ、こんな感じで開けてね、
これ、ね、飲む形になります。これ自体がねどこも特別優れてるってところはないんで、まあ、ただ使いやすいから持ってってるだけなんですけど、でその左側の山線ボトルを持ってくときっていうのは、まあ、当然山線ですから熱湯を入れて持ってくんで、この右側のクッカーとかバーナーは必要なくなってきます。はい、で続いてはね、今一番左になりますけど、これはあの座布団ですね。で座布団に関しましても、まあ、通常のねこれはあの発泡の スポンジですね、まあ、スポンジに表面加工した、まあ、よく100円ぐらいで売ってるやつですけど、こういうのあるでしょ。これねなんかもらったんだけど、これはあの中のウレタンのスポンジに表面にこれ布を貼ったやつね。一見ちょっとよく見えるんだけど、布付きの方を使わない理由っていうのは、これってね一旦濡れちゃうとねずっと濡れたままなんですよ。ただねあのこちらの銀色のやつをの場合は、まあ、表面が濡れてもね、まあ、タオルとかで拭けばすぐ水分が取れるんでパッと座ることができるんですね。またしまう時もさっさっさと拭いてザックの中しまえますんで、こちらのシンプルなタイプを選んでます。でその下こちらがね、まあ、トイレ用品ですからあえて見せませんけど、まあ、トイレットペーパーの芯を抜いて畳んだやつと、あと左側にあるのがね簡易トイレですね。で以前作った動画でもね僕言ったんですけど、この簡易トイレを持ってくようになってから途中で催すことがねなくなりました、まあ、皮肉なことに、まあ、結果的にはそれでオーライなんですけど、まあ、何なんですか、不思議ですよねそれがね。これね、まあ、オゼに限らず持ってってんですけど、例えばねオゼでお腹痛くなっちゃったと、でもうどうにもこうにも辛いという時は本当にね隠れてやる場所がないんですね。あの尾瀬ヶ原のど真ん中の木道を歩いてると ね行った方は分かると思いますけど、隠れるとこないでしょ一切。山小屋以外にはやるところがないという、あの尾瀬の小屋ってね結構まんべんなくこう配置されてるように見えてね、あの山の花の小屋群から竜宮までっていうのは大体1時間20分ぐらい小屋がないんですよ。あのその間にね催しちゃうと、まあ、ある意味ね人生最大のピンチが来ちゃいますので、しかもその間はね隠れる場所が一切ないと、肘を打ったりね花を摘む場所ないわけです。やっぱりねきちんとそこはね事前にしとくとね、しとくということが大事だということなんですね。はい、で最後一番左下になるんですが、これが応急セットです。で応急セットに関しましては、応急セットだけでこう1本動画が撮れちゃうぐらい、まあ、中身が実は濃いんですよ。でこちらの応急セットは、まあ後でね詳しく説明したいと思いますけど、例えば頭が痛くなったり歯が痛くなった時のためのバファリンとか、足をすりむいた時のカットバンとかね、欠点を忘れた時のためのちっちゃい LED ライトとか、まあ、そういったものが入ってます。まあ、これはもう使わないで済むんだったら使わなくていいんで、まあ、これがあるのとないのとでは、まあ、だいぶこの安心感というのが違いますので、この応急セットっていうのは、まあ、皆さんそれぞれね自分の応急セット持ってると思うんですけど、まあ、必ずねザックに入れといた方がいいかなと思います。はい、それではね以上ご紹介したセットをちょっとひとまとめにしてみたいと思います。ということでございまして、今ねご紹介しました道具を、まあ、ざっくり入れてみました。本当はねサイドポケットにボトルを入れるんですけど、まあ、今回そういうのはなしで全部本体の方に入れてみました。空き容量はだいたいどれぐらいあるかっていうと、500のペットボトル3本分ぐらいはね余裕で空いてます。で全体の重量は約 3.7kg、 3700g でした。例えばこれから夏に向かってだん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 こう暖かくなってきますよね。尾瀬っていうのは基本的に梅雨がないって言われてるんですけど、まあ、これがだん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 暖かい季節になるに従って、まあ、さっきご紹介した中から例えばチェーンスパイクがなくなり、で防寒テムレスがなくなり、また、まあ、ダウンジャケットからまあフリースに変えたりね、でだんだんこう軽くなっていくというのがあると思うんですね。ただどんなに軽くなってもね、やっぱりまあ3キロ前後ですね。まあ、その3キロってのは飲み水500ミリリッターも含んだ重さですけど、
体どんな風にやっても3キロぐらいになっちゃうんじゃないかと思います。はい、ということでございまして、まあ長々とお話をさせていただきましたけど、春の尾瀬、水芭蕉を見に行くような時期の尾瀬のトレッキングに必要な山装備の紹介でした。はい、長々とご清聴ありがとうございました。カッパパでした。